公立沖玉長井病院の竣工式が21日開かれました。主に初期医療や回復期医療のこの地域の皆様に信頼され愛される、現場の意見を聞いて、それもできます、それできる、それもできます。こちらは発熱外来室です。新型コロナウイルス感染の疑いがある患者が来院した際に使用されるとみられています。直接ですね、こちらからその発熱外来に入られると、一般の患者さんと交わることなくこちらの方に入っていただきまして、5月9日から外来での診療を始めるそうです。